それでは密度効果について説明します。まず密度効果って何かっていうと、個体群密度が個体の形態、ね、形とか整理とか高度などに影響を及ぼすことを言います。今日はね、3つの観点で密度効果を見ていきます。1つ目が成長曲線への影響。2つ目が最終終量一定の補足。3つ目がバッタの総変異。この、初めにここ、初めに書いたらこの個体群密度っていうのはね、あの、簡単に言うと、こう一定空間に何匹その生物がいるかなっていうのを その尺度をね個体群密度っています。では見ていきましょう。ではねえっと成長曲線に与える影響から見ていきましょう。これどういうことかっていうとこれ当たり前だけど例えば一つの池を考えたときに一つの池で魚が無限に増えていくってありえないでしょ。あと一つの虫かごを考えても一つの虫かごの中で虫がね繁殖を繰り返して無限に虫が増えていくなんてありえないですよね。やっぱりどっかで限界が来るわけで。 でそれなんでかっていうと当たり前だけどね、食べ物が不足したり、ね、生活空間が減少したり、ね、別にこれは、えー、と池や、ね、あの虫かごに限らずね、ね一般に行って食べ物とか生活空間が減少したり、ね、つまり同じ種の中で競争が、ね、激しくなったり、ね、排出物の増加による生活環境の悪化、ね、こんな原因があって、無限に生き物が、ね、個体群が大きくなっていくってことはありえないんですよねどっかで限界が来るね。 それで、こんな成長曲線は実際は S 字になります。この S 字っていうところをよく問われますよ。で、このね、あの限界の値、それをね、えー、それを環境収容力って言います。ちょっと字面だけ難しいけどね、まあ、力って言っときながら、ね、本当はね、えっと、ある空間における、ね、個体群のね、大きさのね、最終的な最高のレベルをね、環境収容力って言うんだけど、まあ、みんなは、えっと、この成長曲線の最大値、ね、 実際ここまでしかね、個体群の大きさが大きくなれないよう、ね、この空間には、ねこの、この空間では、えっと、こんな、ね、これだけの数しか、えっと、最終的には増えることができないよっていう、その時の値を、環境収容力っていうってね、あの捉えておきましょう。では次にね、えっと、最終終量一定の法則を見ています。この字面だけ難しいんだけど、当たり前のことです。あの例えばさ、えっと、2つの畑があったときに、まあ、幼稚園生ぐらいまでは、 その一つあの畑にさこう、むちゃくちゃに種をまけば、それだけたくさん、何、えっと、作物が取れて、ね、幸せになるってね、あの幼稚園生ぐらいまで思うかもしれないけど、でもさ、みんなそうは思わないよね。ちゃんと適度にさ、感覚をとって種を植えるじゃん。なんでかっていうと、それは当然、むちゃくちゃな数、種をまいたら、一本一本が細くなっちゃうんだよね。あのもちろん、なんていうの、光や栄養は、栄養のね、あの数は限られてる、ね、量は限られてるわけだから、 むちゃくちゃ種をまけばまくほど、それは、ね、あの生えてくる植物の数は増えるけど、ね、光とか栄養などをめぐって、ね、あの個体感で争いが起きて、ね、一本一本は痩せ細ってしまう。だけど、ちゃんと、ね、適度な感覚をとって種をまけば、一本一本がしっかり、ね、太く、ね、成長する、ね。で、左と右、いっぱい種をまいたバージョンとあんまり種をまかなかったバージョン、比べたときに。 この畑全体の収量、ね、どんだけのえっとこどんだけの作物が育ったかな、ね、この作物全体の重さはどんなもんかなってのを比べたときに一定になるんだって、その法則を最終収量一定の法則って言うんです。グラフでもよく問われるんで見てみます。横軸に畑に巻く寿司の密度、ね、あんまり種を蒔かないか、いっぱい種をまくか、ね、同じ畑にね、で縦軸に 畑全体ね、一匹一匹じゃなくて、畑全体を考えた時の作物の総重量を取ります。で、畑これは一つの,あのモデルね、一つのモデルだけど、畑にあんまり種をまかなかった場合は、ね、まいた種の数が少ないから、全然、えっと、重さは少ない。種をいっぱいまけば、ね、同じ面積の畑に種をいっぱいまけば、ね、それだけ重さは重くなる。ね、3粒しかまかないのと、1000粒まくので、やっぱり1000粒まいた方が、ね、重さは重くなる。 だけど4ヶ月ぐらい待ってみると種をあんまりまかなかった方は一本一本が太く育つ数は少ないけど一本一本は太く重くなる種をいっぱいまいた方はたくさん数はいるんだけど光とか栄養が限られてるから一本一本はすごく細くなるだからいっぱい数はいても一本一本がすごく細くなって最終的な畑全体のね作物の重さは 種をあんまりまかなくても種をぎっしりまいてもあんまり変わらなくなるんだよってこれを最終終了一定の補足って言うんですねではね最後に総変異見てみましょう総変異って何かっていうとね、まあ、昔から、えっと、バッタがねこう大移動するってことは知られててで群生層のバッタってものすごく移動性が高くてもうも群生層ってものすごく 個体群密度が高い,高い環境で育ったバッタは群生層になって、でその群生層は、まあ、新たなねあの、そこでね、ずっとそ,のそこにいたんじゃ、餌が食い尽くされて、ね、あのみんなして絶滅しちゃうから、長い距離長い距離別なねあの、環境に飛んでいく。そんなことが昔から知られてたんです。実際、群生層の移動性はとっても高い。でまあ、あのモーセの物語なんか モーセの伝説、モーセの物語なんかに、ね、あのものすごく、えっと、イナゴのねあの大量のイナゴがこうやってきてなんていうねそんな話があるけど、まあ、昔からね大移動バッタの大移動バッタの群生層の大移動は知られていたんですね、まあ、ちなみにねあの今回説明する総変異を起こすものがバッタ、ね、起こさないものがえイナゴって呼ばれることが多いんであのモーセの,、ね、あの伝説の,あの物語は本当はあれイナゴね って言わずにね、本当はバッタっていうべきなんだけどあ、それちょっと置いといてで、えっとそれ、なんでそんなこと起きるかっていうと、これ面白いんだけど、えっと、バッタがたくさんこう密集する環境で育つと、そうすると、実はね、どの,どの生育ステップでも、えっと、総変異って起きるんだけど、だん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 こう、う他のバッタとこうこう体が触れ合うじゃん。みんなもさ、お祭りとか行くと体が触れ合うじゃん。で、ほの他,の他のバッタと体が触れ合うと、 ホルモンのその,そのバッタの体内でホルモンのバランスがこう変化しだしてで体の特徴が変わってくるんですよ表現型が変わってくるんですよそれをね実は表現型の可塑性って言って突然,変異突然変異ではないんですよあの遺伝子型は変化しなくても自分の周りの環境ぎゅうぎゅうで育つかあんまり周りにバッタいないなーって環境で育つかで表現型が変わってくるんですよこれ結構重大な面白い,いあんまり高校教科書じゃ 強調しなないけど重大な生命現象で可塑、えっと、性っていうのはこうあの変化したり元に,も元に戻ったりする性質を可塑性っていうけど表現型の可塑性っていう、えっと、表現型の仮想性っていうそんな能力を持ってるんでこれ別に塩基配列にものすごい変化が起こったとかそういうわけじゃない進化ではないんですよ。自分の周り、ね、どんな環境があるかで自分の表現型が まあちょっとえっとかい言葉で言うとねあの一部のね一部のえっと昆虫なんかはね個体分密度によってね形態とかねあの生理とか構造なんかが変化しますでこの現象をね総変異って言いますこれはあの進化ではありません一つの遺伝子型が環境条件に反応して表現型をねあっちになったりこっちになったり変化させるえっと 変化させているんですそういう能力を表現型も化性せて言います。これね、まあ、テストに入れるのはね、群生層、ぎゅうぎゅうの状態、えっと、個体分密度が高い状態で育った、この群生層は移動性が高い。大移動して新たな土地を求めると。それはね、あのそこにずっといたんじゃね、えー、みんなして餌食って絶滅しちゃうからね。で、産卵数は少ない。なんで少ないかっつうと、産卵数少ない代わりに、えっと、卵、そのね、一個一個の卵がね、でかいんですよ。 で、えっと、周りにいっぱい自分と同じ仲間がいたら、勝ち残っていかなきゃいけないんで、体のサイズがでかい方が有利なんですよね。だから、えっと、産卵数を少なくして、その代わり体をでかくしようっていう戦略に出るんだね。で、羽は長くて、後ろ足は短い。でね、あの人、体は平らになってて、えっと、長い間、ね、あの飛んでいくのに有利な形態をしていると。まあ、実際ね、本当にこれらの体の特徴が、 非常に有利なののかっていうのはちょっとね、えっと、完全なこう根拠っていうのはなかなかないんだけど、まあ、直感的にわかるよね。まあね、あのまあ飛ぶのに有利そうだなって、なんとなく直感的にわかるよね。で、色も変わってきます。孤独層はね、環境に,、ね、あの環境に応じていろいろコロコロね、えっと体色、体の色変えるんだけど、まあ、なんとなく緑っぽい、ね、孤独層。で、群生層は黒とか褐色してます。まあ、これもね、どういう意味があるんですかって結構難しくて。 まあ熱を吸収しやすいとか、あとは私は食べてもまずいよって、食べてもまずいですよって、あんまり美味しい味じゃないですよっていうね、あの捕食者へのメッセージになったりとかって、いろんな説はあるんだけど、ま,あ、まだよく分かってないだから、ね、実際これ結構いろんなことよく分かってないんだけど、まあ、でもこういう面白い現象が知られていると、実際さっき俺が言った、あの総変異どうやって起こるかっていうのも完全に解明されてなくて、だか確かに言われてみたらすごいよね。なんかまあ 昔からさ、当然なんていうの、遺伝か環境かなんてさ、なんていうか、こう、社会学的な問題があるけど、もうガチガチのこれ、環境によって、こう生育環境によって、あの体の特徴がゴロっと、からとねあの、変わっちゃうっていう、結構、すごい生命現象なんですよね。まあ、テストに問われるのはこの赤字らへんです。ああ、群生層の方が、えっと、長い距離飛ぶのに有利なね、形態をしてるんだなってね、そこらその辺が、えっと、とってもよくテストに出ます。 生物学的に、ね、大事なことはもう一回言うけど、これは別に進化とか突然変異ではない、遺伝子型は変わってない、塩基配列の大規模な変化があったわけじゃなくて、環境条件によって、少しずつ体の特徴が、えっと、同じ遺伝子型でも変化することがあるんだっていうのが生物学上で、えっと、生物学上に生物学の中のとても面白いえっい、と、ポイントなんですね。 ではご清聴ありがとうございました。答、ね、え分3つの話でした。あの最後のバッタン総変異の話はね、ね多分これから、ね、研究が進んで、あの詳しいことがよく分かってくると思います。ね、あのいろんな、ね、あの発育政治で起こって、ね、徐々に徐々にこう柔軟に、ね、あの総変異が起こる、ね。それって結構面白いんだけど、ね、一方で、ね、どうやってそれを、ね、確かめればいいかってなかなか難しくて、さっき言った何、えっと、分生層の,、ね、あの卵は、ね、あの少ない、ね。そして、えっと、大きいんだ、ね。なんて言ったけど、ね、それはもちろん。 で、その卵を産むメスのサイズとも比較しなきゃいけないし。あとなんだ、えー、本当にね。あの羽が長くて、後ろ足が短ければ飛ぶのに有利なのかもね。これから検証しなきゃね。あの正確に検証を進めなきゃいけないしね。まあ、いろんなことがよく分かってないんですね。まあでもね。あのこれからね。あの研究がえっと進んでいくと思います。では、あの以上、えっと答え組みそでした。ご清聴ありがとうございました。